はい、どうも T.T です。引き続き開拓サバイバルジマテラックスやっていこうかなと思います。前回はこの島出ましたね、不思議島で、今日は不思議島とここ謎の帆船行きたいなと思うんだけど、見てください、お金の方ガンと貯めてきました、1万で、レベルの方もなんとか30ぐらい、メインのやつらは、まあ、こいつだけちょっと武将はちょっと低いけど、まあ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 そこそこ強くはなったでしょうっていう感じでやっていこうと思います。で、開発でね、研究でついに遊覧飛行術っていうのが来たんですよ。イカダ乗らなくていいっぽい。そろそろイカダでの移動は卒業してもいいんじゃないかと思います。本当に俺もそう思う。もうこれは行こう。木も500あるから、もうサクッとやってほしい。 15% まで行こう。15、よし、150いけ、ガンガン頼むよ。他はまあそこそこです。で、まああとは特に、あ、お金使おうかってどういうこと。賄賂くんでなんかないかな。監禁屋たっけえよ。高速モードもいいかな。速くなるの助かるんだよな。お任せ戦闘もいいけど高すぎる。あ、もうどうだったらやっぱスピードはまあこっち側でね、グダグダやればいいんで、電車自慢投資していこうか。観光客増やして、あ、交通これ伸ばしたらどうなるか見てみようか。高いな。それか新しい島の投資をした方がいいのか。あ、ガンガンできそうだな。どうしたらいいんだこれ。まあでも順調に、ちっちゃいとこか近場からやるか。交通行こう。よし、何ができるんだろうね次。電車の次なんか飛行機とかできるのかな。いや、遊覧船開発しなくたってヘリコプターうちに持ってるんだったらそれでいいんじゃないかなっていう俺の意見もあるんだよね。なんとかならんかねそこ。さあ着いてどうなる。開発の方はどうなってる。待って、戻って。食料保存法、まあまあ、まあ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 大丈夫。450あるからな。あ、着いたぞ。さあ電車島への投資金が到着したようです。お前5000ゴールドも払ってんだからな。さあ移動手段が向上しました。何ができる。新幹線。そういうことなのね。来るか新幹線、待ってるぞ。お前らそれ線路に立ってない、大丈夫。てか危な、線路横切ってたよ。良い子は真似しちゃダメだよ。来た新幹線ちっちゃ。2両しかね。車両増やせよ。じゃあ次の金はどう使おうかな。クールマ島、こっち側もね。あ、まだヘリコプター帰ってきてない。あ、帰ってきた。豊さんから帰還しました。よし、こっち側もね。うーわ、たっか、どうしようか。もう観光交通とりあえずちょっと伸ばしてみようか、いろいろね。っていうかもう俺はもうイカダでこっち行く気がないから船で。何この、え、これ何マーク、これ何。俺も探検、あのね、前回やってからもう開拓の達成全部 100% にしてあるんですよ。まあ投資はまだできてないけど、何回も行くことによって達成 100% で、これ画像なんかサムネみたいな画像に入ってるんだけど、女の子1人、まあ国王1人と3人ハテナになってるじゃん。これ多分ね、3人助けれるってことだと思うんだよね。多分ここは俺4人仲間にしたっけ、わかんないけど。でもこっちもまだ3人いてということじゃないのかなと思ってんだけど、全然わかんないね。投資金が到着したようです。さあどうなる。まあでもね、高速道路みたいのができたわけだから、バスね、バスね、はい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 、まあ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 納得はできるか、できるか。
まあでもそれによって人が来てくれりゃ、普通の車も走るんだね。バスだけじゃないんだ。お、来たか。よし、気球動きゲット。研究ついでに気球を手に入れました。研究で、研究でついにね、ついに気球を手に入れました。今まではイカダでの移動でしたが、次からは悠々自適な空の旅とシャレ込めそうです。空を飛ぶのってロマンがありますよね。よし、じゃあちょっと行ってみるか。レベルも上がったことだし。不思議島よりもここでもなんかボス感あるよね。行けるかな、行ってみるか。一回行ってみてダメだったら諦めよう。で、これどうやって行くんだろう。どこ行く？気球はどっから乗るんだ。あ、結局、移動方法を選択してください。それは気球でしょうよ。みんなごめんね、おさぎ。これは敵出ないんだよな。え、まさか空の敵とか出るのか。あ、ちょっとそこの研究いいよ、やっといて。オッケー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 、ありがとう。さあ、出そうだな。空の敵なんているのか。敵に合わなくていいなと思って気球開発してんだぞ、こっち。お、いや出たー、やっぱ出た。スッパラス、スッパラスいねえな。仲間にできそうだったら、あーでも星球か。まあでもいないから、できそうだったらしようかな。やばい、強すぎたな。もうこっちが強すぎて一撃で倒しちゃって、それどころじゃなかったわ。全然いけそう。ちょっと俺の強さもじゃあちょっと見てもらいたい。あ、宝箱残してきてます。え、俺死んだ？死んだ、まあでもいいよ、宝箱は別に。さあ行くぞ。28レベルでしょ、余裕だろこんなの。前回からの成長見てもらいたい。あー、じゃあもうやっとこうか。あ、違うわ、レベル上がっちゃダメよ。まだクリアもしてないのにレベル上げちゃダメよ。ちょっとだけ。オッケーオッケーオッケー、危ない危ない、水あげちゃいけねえのよ、忘れてた。さあ骨っこ海賊団リベンジ。28、強いな。まあちょっと見ててよ、どうだ。強い、ただこっちも300とか HP あるわけだから。いや同じ人攻撃やめて、頑張れ。75、どうなんだ。ペッタを頼むぞ。いいぞいいぞいいぞ。28、メカ弱えな。どうしよう、いけるか。いける気は今んとこしてないぞ。いや攻撃力が高すぎるな。なんでよ、キノコ料理で。なんでよ、やられるかね、キノコ武将が。よし、少ないぞ、行ってみよう。よし、どうよ、来い来い。よし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 、来たぞ、骨っこ海賊団。これだけでも来た価値あった。ペッタロー、キノコ武将頼むぞ。え、向こう先制攻撃かな。頼む、こっち。あー、なんだよ、耐えろよ。え、これって仲間にはなってんのかな。あ、来た来た来た。あー、ニッカよスロット。どうしよっかな。まあ仲間にはしとこうか、とりあえず。骨海賊団一人しかいねえけどな。海賊団でいいか。よし、待ってよ、骨海賊団のちょっと能力見とこうか。いつか七つの海の制覇を夢見る。いいね、アルパカライダー超新星。これ見たっけ、アルパカライダー。ああ、じゃあ家を建ててあげましょう。どこにしようかな、まあ、どこでもいいか、この辺でいいか。よし、で、そっか、みんな治療してるのか。ちょっとじゃあ治療待ちます。はい、回復しました。で、皮膚奇跡をちょっと変えようと思います。今骨っこ海賊団入れたんで、骨っこ海賊団にこいつを外して、骨っこ海賊団、まあレベル1だけど、まあ上がってったら強くなるんじゃないかと期待してます。で、装備を
2のやつ4とか、これ99ってすごいよね。だけどいやもうスロット不足がやばい。こんな16のやつとかで強いのかといって防具なくていけるか。35全体攻撃、いやちょっと防具も装備させときたい。やっぱ体力回復がね結構めんどくさいから、結局これだな。まあしばらくは使わないでサブでレベル上げをしてもらうっていう感じになると思うから。で次どこ行くかっていうところなんだけど、ここリベンジ行くと見せかけてもこっち行きます。不思議島行きます。一旦ねちょっとね先長そうだなと思って、こっちがまだまだ強いかなっていうところで行きます。不思議島、さあ着きました不思議島。あーいいね、気球いいじゃん。新しい島に着きました。どうやらここがこの近辺で一番謎に満ち溢れた土地のようです。ほう、いわゆる最後の島とも言えるのではないでしょうか。最後の島来た、ついに。違うんでしょ、違うんかい。いや今一瞬モチベーション上げちゃったじゃん、恥ずかしい。やめて羊さん、人の心を持って遊ぶの。あ、宝箱ボス、え24弱。じゃあハンセンの方が強いじゃん。ハンセンの方がなんかあれだね、プロレスラーのハンセンみたいな。またお前出てきた。そうか、いました、あいつです。知ってる。あの男が現れてから島はむちゃくちゃです。成敗してください。いろんなところで暴れてるな。これは懲らしめて心を入れ替えてもらいましょう。何回も懲らしめ、じゃあレベル低い方からいこうか。もう余裕だと思うよ正直。さっきのちょっと戦闘忘れてもらって、ちゃんとここの戦闘見てもらおうかな。沼っちだ、新たな敵。おイノシシ、ビリシシ、ちょ見てもらおうかな。37、94ね、全然強さが違う。ほらほら、こういうの俺は見せたかった。あいつらなんであんな強いのよ。これが今オートにしてたんだけど、早いでしょオートの方が絶対。あ弱ってきた、チャンス使ってみよう。少ない餌、ランクなんか高いやつ出てくるかな。少ない餌1個しかない。あでもこいつ雷か、ちょっと待ってよ。属性あね、雷のマークついてるわけじゃないの。どうしよう。まあでも仲間にしてみよう。おい少ない餌だぞ、貴重だぞ、仲間になるだろ。来い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 。いまいち、109も食らうの。ペッタロー大丈夫か。ちょっと待って、使うか、しびれで決めるか。雷属性っぽい感じ出てるもんな、違うのかな。あよし、確率で成功してるのかたまたまなのかよくわからんな。うーわペッタローが死んだ。はい倒しました。おねっ海賊だ。おわ HP31 とか上がる、めっちゃ強いじゃん。育てよ育てよ、よし。ビリシシ、やっぱスロットは2か。炭酸電池2本分の高圧電流、炭酸電池2本分が高圧電流なのか よく分からんけど、まあ仲間にしとこう。うわザウス、なんか新しいやつ出てきた。メーカーが死にそう。さあちょっとザウス仲間にしみようか。ちょっと弱めだけど仲間はいっぱいいた方がいいからな多分。よし一発、いいぞいいぞ。いや生き返らせた方がいいかな。さあザウスはテキパキ性格してる、弱いなこいつ。あでも HP103 もある。ポケットに電子手帳が入ってる、知らんがな。まあ家はもう作ってあるから大丈夫だろ。いやどうしよう、回復しとこうかな。ちょっとキノコ武将とメカペッタロー、
メカ相性良さそうだからちょっと回復しとくか。で最悪ペッタロも生き返らせよう。生き返らせるのはあるね。よし、遠いな。 63% か。敵出てくるかな。めっちゃお腹すくな。ザウス、大きな夢を見ていましたが、住めば都とはよく言ったものですね。ナマコだっけ。とにかくありがとう。そのナマコ、ナマコのくだりがよくわからん。何ナマコって。ありがとうじゃないよね。ナマコの以外に他になんか魚関係である？出てこないんだけど。ビリシシ、さあ来たぞ。ちょ待てよ、回復必要か。させとくか。させとこう。ひょっとしたらペッタローがいい仕事してくれるかもしれん。よし、これで回復もしよう。いや、ペッタローはね、俺主人公的な立場で使いたいから。で、ちょ待てよ待てよ、仲間の戦闘メンバーで、メカ変えとこうか。雷2人もいらんからな。これで雷、土、水、よし、これでいこう。骨子海賊団強くなったかな。ステータス見てみよう。わ、まあまあじゃない。まだ、こいつら100とかいってんだ。劣ってんな。頑張ってくれ。さあ、ふわっぽん、ひらひら。世の中、世界中のおねしょの原因は私です。かかってらっしゃい。それ戦闘のアピールポイントになってる。あ、え、ヒラフは星ランク5。まあでもボスは仲間にできないからな。ちょっと攻撃してってみるか。特技とかつまらない話。全員を寝かしつける、これいいじゃん。あー、だけどね、ペッタローが全員攻撃しちゃうからね。でもペッタローの後にするかな。ペッタローの後だったら効くかもしれん。絶対レード。まあとりあえず普通の攻撃でいってみようか。ひょっとしたら効く。うーわ、132か。ゴリラ弱えな。31かよ。あれ、ゴリラも限界見えてきたか。さあ、つまらない。いや、お前が先か。どうだ。うーわ、みんな寝ちゃったじゃん。いいよ。でこれで起きるんでしょ。いやー、マジで順番が悪い。ちょ待って、オーラ使ってってみるか。よし、オーラで特技で落雷、ひょっとしたらこっちの方が効くかもしれん。でオーラでこいつはもう寝かしてもしゃあないってこと気づいたから攻撃しとこう。でペッタローそのまま。317、怖っ。ああ、いいじゃん、落雷の方がいいじゃん。でもこいつ MP 少なくて1回しか攻撃できないけどな。めちゃめちゃいいのあるじゃん。999回復、全員の HP を60回復。いいの。待てよ、いけるかこれで。買っとこう。 MP とかあんまりいらねえような気がするけどな。幸せの餌っていうのも出てきたね。冷凍の餌。待って、いけそうな気がしてきたぞ。ちょ待ってよ。で120じゃ足りないな。これを3個ぐらい買って、でちょっと回復も買っとくか。よし、これでいこう。で俺さっきさ、マップでここまだ見つけてないんだよねって言ってたけど、1人増えたじゃん。分かった、これ投資して、投資してね、人口をやったら勝手に増えてくるわ。来る人が増えるだけっぽい。よっしゃ、リベンジ行くぜ。よし、いけるか、いけるか。青鳥弱い。よし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 、いけ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 。おお、いったいった。ふわふわ、ごめんなさーい。やった。
禁止だろうが何だろうが勝ったもん勝ちよ。うわーやっといったこいつ強っ。なんなのレベルが足りないのか。やっぱ35までレベル上げた以上は、いやだけどさ枠がスロットが足りないんだって。結局装備の装備もすごい強いの出てんだけど、防具無視して買うわけにはいかねえんだよな。じゃあ帰る帰る帰る。ああさらに増えると、まあそれはそうだよな。最後の島だもん、それは広がるわな。うーわ強そう、かっけえやつ出てきた。優雅な湖。はい、じゃあ回復して投資もそこそこしました。で道具屋で金の爪出てきました。強いね。買っとこうかな。他は合金牙、攻撃属性を消す武器。この攻撃属性を消すって意味が分かんないんだよな。豪華属性いるかな。いやでも属性強いの分かってるからな。うわ白マフラー、うわこれ買っとこう。はい装備変えました。いややっぱりスロットがね、こいつはね、まあ、つららき場と白マフラーで、こいつゴリラとかはもう1個ずつしかいけないから2個のやつをできなくて、武器と防具どっちが優先かなーっていうね。まあオードリーはもうねあんま使わない、弱いからでメカとかはなんとか装備できましたね。これで行ってみようかな。よし行くぜ行くぜ不思議島。さあ着きました。さあ行くぜ。ここ今回全然進んでねえな。よし頼むぞ。健やか、健やかっていう感じか。こいつ倒しに行くのに。さああれモチポリンなんて名前だったこいつ。またあったな。宇宙進出を目指してロボットを作ってる邪魔をするでねえ。コッパみじんにしてくれるわ。強いんでしょうね。ただオーラ使えるから今回は貯めてきました。オーラ、まあ普通の攻撃武将お前そっち側についてんのかよ。原人星サンド武将から倒していこう。あ待ってこれでも武将多分土だから、土は土同士で多分効かないと思うんだよな。電気流してみるか一発。あっちょっと待って、オーラ忘れちゃいけん。オーラと多分ね MP とかも結構大事だと思うんだよな。では、はいオーラ。ペッタロはそのままいけるか、そのままいくか。よしいけ、どうだ46。いいぞいいぞ、弱いぞ弱いぞ。モチポリン、ええ何お前ら弱いんじゃないの、もしかしてやっぱオーラ使って。んゴリラ弱えな。うおいいね、おいいね、さすが武将。うわいいじゃないいいじゃない、これ勝ったんじゃない、もうオートでいいんじゃないこれも。はいさすがだね。おいよしよしよし、やばいオーラめちゃめちゃ強い。はいいや余裕、全然ダメージ食らわねえじゃん。くそー、私が作った試作段階のロボットがまだ奥に控えてるからな。え？これ最後のマップでしょ、でも覚えててよね友達っぽくなったら急に覚えててよねってよし骨っこレベル10じゃまだ弱いかな。ていうかオーラがマジで全然違う。途中でオーラを貯めてて最後に回復して倒すパターンだな。あー見えた見えた。てかセーブ変えた、セーブじゃない装備変えたのもいいのかな。やっぱりいけんじゃないかそのまま。体力も結構残ってるよ。行ってみちゃうか、続けよう。調子乗ったか。あ何
さすが最後の島だな。うわボスでけえ、猛獣ジャングル。うわどうする、2627本当かな。じゃあこっち側の26までやろうか。今日はいけるかな、行こう。途中だって足りなくなったら買い物できるから、そうだな、そこすごい助かるよね。よし行こう。っていうかもう斧とかも星4じゃないともうダメになってきたな。あでもボスがすごい近い。じゃ邪魔なやつ出てきたな、岩キング。いやあの飛んでるボス強そうだな、まあ、こいつも強そうだけどな、仲間にしたいよね。ちょっと金貯めてボス戦で仲間にできるやつ貯めたいな。でも1万5000とかじゃなかったっけ、すげえ高いよね。追っかけてきた岩キング、サクッとやっちゃいます。さあやっつけたぞ。さあ目の前でご飯食べる儀式をして、行くぞ。ちょ待って、体力だけ確認させて。308 MP 使うかな。ゴリラ落雷効くかな。一応回復しようがいいかな。なんか10くらい回復するの使ってみるか。使ったことねえからな。11よし、これで1回分ぐらい使えたよね。さあ行くぞ。オーラ使えないか、これ結構でかいぞ。ガオーだっけ、何周りのやつ。クロティンクルルドラジロー、あドラジローか、ミミッコ。ドラジローもカイロソフトさんでよく出てくるキャラだね。じゃあ属性とかわからんからとりあえず攻撃してみるか。クロティンクルルで、こいつはせっかくだから落雷で、ペッタロは全体攻撃あるからこれでいこう。さあどうだ、かまいたち。よーし弱いぞ弱いぞ。美しい、すっきりした。何すっきりって。おわよ、まあ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 、やばい、当ててくれよ。おーいいぞいいぞ、ペッタロ頼むぞ。おいいいい、いけそうだな。うえー、嘘でしょ、330。怖い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 。200。2発で死ぬな。もう一回いけるか。いけないか。ペッタローが死んだら痛い。ペッタロー以外、ああまさかの骨っこ海賊団一人での戦闘になってしまいました。もうこれは370 容赦ない。ということでちょっと頑張ったんですけど、レベル上げますちょっと次回までレベル上げときます。ちょっと動画時間どうなってるか、ひょっとしたら短くなっちゃってるかもしんないんだけど、ちょっとレベル上げてきますね。うんで、ちょっとメンバーも充実させようかな、頑張ってっていうところで、ちょっと今回のところはここまでにさせてください。はいと思ったんですけど、俺そういえば自分の島のここやってなかったから、ここ行ってみようかな。海の洞窟とここ離れ小島ね、海の洞窟から行ってみようかな。ここら辺はもう余裕で行けると思うんだよな多分ね分かんないけど、ここ行ってなかった、忘れてた。行ってみよう。どうしよう、ここでズタボロに負けたらマジで俺心折れちゃうな。頑張ろう、みんな頑張ろう。いいメンバー揃ってるよ。メンバーはああちょっと君だけちょっと、よしこれでいこう。うわここもでももう星4なんだな、岩が。
レベル上げた方がいいかな。だけどコイン使いたくねえんだよな。飯は使ってもいいからコイン使いたくねえ。出てくるのがね、なんかいいや、いいなんかスロット持ったやつとかあったら全然期待できるんだけど、あんまりいいやつ出てきたことないし。うん、まあまあまあいっかな。ぽよんぽ。さあ倒しました。あ、お疲れ様でした。5年が経過しました。はい、ここでゲームは一区切りとなります。え、このゲームは5年なんだ。5年で全部いける？これからクリアポイントの計算が始まります。なんか静かな感じで出てきたな。全滅回数マイナス1万3000ポイント、最終スコア D。 ふざけんな、頑張ってるわ。次のプレイ時にはさらなる高得点になるといいですね。そうですね、この後ハイスコアは更新されなくなります。ですがゲームはいつまでも続けられます。これからも末永くよろしくお願いいたします。ふふ、いつもお世話になっております。ワイル君出てきた。今日はとびっきりの商品を入荷しましたことをご報告いたします。なんと私のキスマーク付き生写真20億円は先ほど完売いたしましたので、売れたんだ。余っていた引き継ぎデータ作成を下ろしておきました。これは購入したタイミングでのデータが次回初めから選ぶと使えるグッズです。生写真よりは劣りますが、気になりましたらぜひお手に取りください。いや俺は生写真が良かったよ。20億貯めようかなって気持ちになったのに。まあじゃあ続けてやってっけどね、クリアまでは。さあこれがボスか。ワーニーじゃん。一緒に行こうぜワーニー。長かったここ、全然進まない。だからなんで食いつかれるの、それで向かってってんのに。ワニ弱いんだけど。ワニかわいい。もう今となってはワニだってもう初めの頃に出てたやつだからね。下手したら一番初めに仲間にしたんじゃねえかぐらいの。あ、待って、ワニひょっとしたら星増えてるパターンとかあるかな。でも星が増えてたところでスロットが増えてるかどうかわからんからな。ちょっと見てみようか。死んじゃうな。ワーニー弱い、虫歯になった、帰ってった。あ、星3だね。レベルも高いけど、正直でももう俺らの敵ではないのよね。弱いな、可愛いなこいつら。てか5年でクリアって難しいね。いや今までのカイロソフトさん大体20年とか、まあでもそっか10、そっかいろいろか、15年のやつとかもあったもんね。よし、これでここのとりあえず洞窟は特に何もなく、ラストワーニーがいたぐらいかなだね。うん、これで 100% だもんね。よし、長かったな。でもここ敵自体は全然強いやつはいなくて弱いんだけど普通に長い。あ、こういう鉄鉱石とかを取れるっていうことではいいのかな。すっげえ来るじゃん。あ、鬼ヶ島の達成度が 100% になりました。達成度が高まってついに 100% になりました。あれ、でも俺まだ離島あるよ。特別賞が送られてきました。豪華マント、なんだそれ、ちょっと装備しよう。道具装備、豪華マント、マント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 、守備100だって。うわ倍じゃん。星2個使うのがだからきついのよね結局。だからここでこのうん、ああ急に引っ張られたから何かと思った。ワイロ君のところで鬼ヶ島の達成度までもが 100% を超えたと聞き本日は伺いました。トロフィーをわざわざ来たね。
達成度はその島で何度も戦って安全に貢献し、獣を倒したり宝箱を見つけなければ上がらないと聞きます。かなりの危険が伴ったと思いますが、無事に達成したということでここに表彰いたします。マジどの立場なんだよお前は。それと副賞でゴールドを差し上げます。10でしょ、50ゴールドだ。もう嬉しくねえけどな、その一瞬で稼げるから。やっぱここでやっぱスロットを、スロットって、あ、1万か、1万でスロット広げてかないと多分装備が増やせないな。てかそろそろなんか最後の島まで行ってんだったらさ、もうちょっとなんかいいやつ仲間になってもいいようなもんだけど、あ、12ある、やってみようか。ここ毎度高級コース、あ、そういう感じなの。あー、好きな数字ね、何にしようかな、3にしようか、3。あ、セーブされた、なんで。さあ開封してみよう、開封してみましょう。うーわ、レベル低いじゃん。ん？角張りん、またお越しくださいね。何やら先ほどの敵が仲間になりさそうに。あー、スロット3あるのは助かる。レベル13で頑固か、まあでもなんか強そうな気がする。斜め切りとかもある。顔が大きくないか気にしてる。まあ確かにな、ちょっとね、ちょっとか、あの体のパーツと見比べたらちょっとでかいのかな。カクバリンは、いや、このままでいこう。メドラはいろんな島を開拓したり、経過した時間でボーナスが入ることがあるようです。ともかくなかなか増えないレアなもんですので、大事に使っていきたいですね。そうなのよ、カクバリンちょっと仲間にしますね。はい、でカクバリン仲間に入れてみました。で装備も金の爪と白マフラーにしてみました。まあ、3個だからね。で能力がどうなったかというと、99、78、速さ2。遅いなこいつ。あー、メカと比べたら、まあメカ32レベルだからな、そりゃそうか。あー、まだやっぱちょっと若干見劣りはしてるけど、でもゴリラよりは攻撃力あるね。ペッタロー攻撃力高っ。子猫海賊団112か、防御力高いね。まあこんな感じでちょっと行こうかなって。青鳥外しました。じゃあ次この離れ小島、小島行ってみようか。よし行くぞ。これ離れ小島ってどうやって行くんだろう。あ、え、なんか消えていける、消えていける。ふわっていなくなる。よし、みんな頑張ってくれよ。さあここは、あ、なんか海辺だね、浜辺っていうのか。あ、まあまあいいペースで進んでる。さあここでの敵はどんな敵、何、あ、穴か、これいいな。なんかあの岩とかあったら遠回りしなきゃいけないからめんどくさいけど、床のパターンは別に無視して。あれ、全然敵が出ない。あ、出た。じゃあこいつか。さあボスが見えてきました。あれ、でもこいつも戦ったことあるからね、なんかコメント変わるかな。ちょっと待って、一応ねこいつレベル上げしたいなと思って入れてたんだった。よし、これでいこう。さあ一緒にご飯食べようぜ。毎回恒例のボスの目の前でご飯、おいしい？ちゃんとあげてる？ボスにも。フィットクマ、うん、戦うことがボヨンボヨンだっけっかい。さあここはもうオーラ使えるから多分余裕でいけるよ。ゴリラもオーラ、あ、待って、でもこれボスか、仲間にできないか。やってってみましょう。いいね、うわ強っ、オーラマジで強くない？うー
はペッタローも強っ。いいぞ。やっぱペッタローだけね、あの4つマスが、あのスロットがあるから3の武器使ってるんだよね。それが多分やっぱり強いんだよね。もう全然余裕じゃん。わあ、武将結構効くね。だけどまあまあまあ余裕でしょう。ボヨヨヨーン。ほんとこれで本当の 100% じゃないか。さあどんなところだろう。なんかここも島だから行けるようになるのかな。なんか海の中にありそうだから行けないのかなと思ってたけど、アイテム的にはそんなないね。さあどうなる。ん、イカダ使ってるよ、得意のイカダ。安全を確保して新しい土地が広がりました。じゃないのよ、じゃないのよ。見えたから。ドクター高志、ふう、助かりました。もう誰も助けに来てくれないかなと思って裸で生活とかを始めるところでした。めっちゃ服着てるけどな。危ないところでした。今後は鬼ヶ島でお役に立てればと思います。ドクター高志さんを救出しました。何ここ。いや、ドクター高志の家ここにしようじゃあ。せっかくだからね、ここにドクター高志の家作ってやろうぜ。っていうところでちょっとじゃあ、あ、謎の未開の地へのルートが発見されました。え、さらに広がるの。マジか。うーわ、かっこいい。伝説の峠レベル38。なんと鬼ヶ島の主が現れたようです。まさに鬼ヶ島の名の通りじゃねえかよ。言い伝えだけに出てくる伝説と思っていましたが、さすがに勝てる相手ではないかもしれないですが、準備をすればきっとなんとかできると思います。できねえでしょ、伝説でしょ。これがラスボスなんだね。どっちにしろレベル全然足りねえわ。ちょっと待って、あれ、さらにレベル上げることってできるのかな。ちょっと待ってよ。道具か、サバイバルで50ってたまるの。これこんなペースでたまってたのに50なんてたまるんですか。リサイクル技術、ああ、ここら辺持ってるね。ああ、なるほど、そうか。まあということで、じゃあ今日のところはこれぐらいにしようと思います。次回はレベルを上げて、とりあえずはね、不思議島行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。